昨日同じ小学校だった子に会ったんだけどね、顔がね、思い出せなくて。あの頃からメガネ忘れがちだったからかな。俺がミエさんと過ごしてきた時間は、いや、ほとんどミエさんがメガネを忘れてきてる時のもので、俺も おはようございます。いつか押してくれない、忘れられてしまうのでは。あげる。小村くんが私を励ましてくれるたびに安心しちゃう。私が嫌なの。小村くんに気を使わせてるのに、いつまでも甘えてばっかりだなんて。ミエさん、俺ね、ミエさんが明日もメガネ忘れればいいのにって毎日思ってるよ。ごめんね。その分厚いレンズ越しでよかった。ミエさんの綺麗な目に見つめられるだけでよかった。なのに小村くん、それだけじゃ嫌になってる。君がクリスマスか。私、小村くんの特別なのかな。そうだったら嬉しいな、すごく。あのね、小村くんがね、ミエさんのことをずっとずっと見てたい。メガネを忘れなくなっても隣にいられる努力をしなきゃダメなんだ。俺